はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。はい、カタラルベスク、前回は SWBC 挑戦、ちょっと無茶だったですよね。5着と敗れ去りました。ちょっと出させてしまって、消耗が次気になりますよね。まあ、無理せず調教やっていきましょう。ラッキー話。お、フレンドがなんかあったのかな。新しいフレンドができたとか。お、数は変わってないんですよね。まあいいや。とあと、こんな感じですね。ジェンティルドヌや復刻ガチャっていうのがあります。作物ができてるね。農園に行きますか。作物ができてるね。農園に行きますか。高級バナナ、さあ、これちょっと馬体重が重くなりましたね。なので強めの調教を行いたいと思います。というわけで、なるほど。さてですね、自分は見てみましょう。マイルチャンピオンシップとジャパンカップがありますね。うちジャパンカップはもう取っております。一方、香港ですが、マイルとカップとバーズか。マイルチャンピオンシップは、これ1万人気で勝利を満たしてるのみで、香港スプリントは出ない。全身は満たさない。まあジャパンカップが1000枚で、マイルチャンピオンシップも500枚ですね。
ジャパンカップ出してみましょう。 C が騎乗馬ないんで C に任せます。でこれで多分ベスト体重になったんじゃないかな。 OK です。さあレースやってみましょう。お、また 1.2 倍の一番人気決戦。ジャパンカップでしかもグリグリってすごいな。相手は全能ロブロイ、ヘブンリーロマンス、バゴでしょうかね。バゴですね。まあ、他にも三角は何頭かついております。さあ、カターレスク大外ですね。東京の2400だと、スタートしてすぐカーブなので、外枠はやっぱり有利じゃないんじゃないかなと思います。タップダンス氏を前、内枠ですからね。さあ、まあいい位置につけてるような気はしますね。それからもう一頭全のロブロイ、そしてその外にベタートを行う、その後ろでやりましょうか。1番ウィダボード、ヘブンリーロマンス、その外早いかな。前流れるようにレースが展開されています。依然先頭7番ハーツクライであります。もう一頭4番タップダンスシティ、そしてその後ろから3番アドマイアジャパン。ここにいた肩のアラベスク、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。そして5番手に2番アルカセット、リンカーンが並んでいます。内から1頭10番鈴鹿マンボ、5番ゼンノロブロイ、その外からは8番ベタートークナウ、ウィダボードがその後ろ、それから6番ヘブンリーロマンス、外から1頭9番バゴ。バゴは最高峰ですね。進んでおります。これが先頭ハーツクライ、まもなく欅を通過します。そのうちからはタップダンスシティ、3番クリゲの馬体アドワイアジャパンであります。そして1番人気のカタノアラベスク、なかなかいい感じ。さあ4コーナーから直線に回ってきました。直線に入ってまいります。でも後ろも来てますね。ちょっとなんか食われそう。ゼンノロブロイだ。おっとここからまた粘った。ちょっと粘ったかな。粘ってますね。二の足を見せてくれました。勝負根性、いや完全に全能ロブロイにかわされたと思いましたよ。この粘り腰は素晴らしいです。ジャパンカップ制覇、不適性がアップしましたね。なんだろう、成長すメロンだな。
界ケーキ。あ、調子が落ちてますね。あんまり調子が良くないかも。回避させてもいいかもしれないですね。ちょっと疲れが溜まってんのかな。疲れ溜まってますね。放牧ですね。さあ、では次はですね、状態を良くしまして、ドバイ島クラシックかな。ドバイ島クラシックに出すか、もう WBC に行きたいと思います。はい、というわけで、この動画今回はここまでにしたいと思います。まあ、いつもお問いですが、チャンネル登録、高評価、この動画の共有、コメントなどをよろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターもよろしくお願いします。説明欄にアドレス記載しております。よろしければお願いいたします。また最後20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。そちらもお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。